ょっと左の耳硬いですね。なんか耳にも左右差がね、すごい。わかります、わかりましたせんでした、こっちの感じと、あ、確かに丸まりづらい、こっちの感じ、そうそうそう、痛い、そうなんですよ。不思議ね、耳にも左右差って受けんだけど、パワーワードだ。逆に耳でもその状態がいい悪いってあるんだ、あるんですよ。まあでも耳って、うん、なんかただの飾りみたいなものではなく、やっぱりあのちゃんとこう体の反射区があるゾーンなんですよ。この耳っていうのは体の縮図とされてるので、うん、だからまあ右半身左半身出たりあると思います。だからちょっと左側の方を念入りにやってあげた方がいいかもですね。うん、耳久しぶりですよね。うん、耳好きなんですよね。うん、よかったですね。好きな人はめっちゃ好きで耳だけ1時間やってほしいとか。でも悪くないと思います。耳っていうように全身だしリンパ流れあるから、うん、そうですね、うん、耳やってあげると顔の顔色とかも良くなるし、この側頭筋とかも緩むので、そうですよね、うん、まあ、目の疲れある方とか頭痛ある方とかいいと思います。うん、あとまあ普通に小顔美顔にもいいんで、うんうん、そうですね、なんかしかも耳ってなんかこれ、はい、リラクヤさんですかできない。確かにあんまりないですね。そう、確かにまずお店にもないし、うん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 、素人の人にお願いしたらめっちゃ痛くて、あーやらーって感じで、違うんだよみたいな、痛いみたいな、引っ張ってんじゃないみたいな。でも希望のものが出てこないみたいな。そうで、自分でもできないし、あ、確かに受けるからこそっていうのありますよね。うん、耳あったかくなりましたね、柔らかくなりましたね。おー、わかります、はい、はい。耳だけの人受ける。受ける。え、でもあんま長すぎると困りますか。いや別に大丈夫ですか。まあ言ってもでもさすがに本当に耳単独で1時間きついんで、まあ、ちゃんとここ首の方に流してあげたりとか、そういう感じではやります。でもすごい耳がポカポカになって、あの柔らかくなって、うん、なんか顔も穏やかになりますよ。ああ、耳ですよね、うん、結構肩こりも取れます。ね、耳左右差がなくなりましたね。これでだいぶリラックスしたからこの辺も楽になったんじゃないですか。うん、うん、痛くない、うん、でも結構多分ここが純粋に悪いっていうよりも、うん、緊張があって余計に痛く感じちゃうとか、うんうん、なんか痛くされそうっていう感じでも構えちゃうみたいのが来るぞみたいな、そう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 かなと思います。
だから今だとだいぶリラックスされて、うんうん、そういう気負いというか、まあね、あの警戒が解かれてきてるので、うんまあ、受け入れられるというか、うん、痛みも減って、うんうん、っていう感じかなと。はい、はい、じゃあちょっと拭き取りしますね。はい、今度大丈夫ですかね。はい、はい、でこれ手も乗せますね。あっちあっちすいません、大丈夫ですか。はい、はい、でも結構顎のラインとかいいんじゃないですかね、うん、多分。あ、でもだいぶ違うよ、本当に。そうですよね、うん、あ、よかった、うん、ありがとうございます。はい、うん、肩の盛り上がりも最初よりは、あ、ね、まあ、やっぱり首のラインが出てきた感じで、うん、軽減してますね。ただやっぱり頑固なんですよね、その芯の凝りが。これはなかなかやっぱりちょっと丁寧に他でまたやってあげないとかもしれないですね。でもまあ多分いつもより結構寝れると思うんで、うん、しっかり寝ていただくとそれで取れることもかなりあるかと思うので、はいはい、今だけの感じではなくてちょっとまた様子見てみてください。しっかり寝たりとか、はい、軽くこう動かしておくとまたもうちょっと良くなってくるので、はい、ここのね、あの柔らかさも出てるので、はい、結構動かしやすさはしっかり出てると思うので、はい、腕の痛みもね減りましたもんね。はい、はい、まあこの肩上部も押せますし、うん、全然この辺違いますので緩みが出てるので、うん、うん、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。はい、今日どうでしょうか、今日今
の3カ所ぐらいでやった形ですけれども、だいぶ、はい、外見的な変化も、あ、そうですね、体もすごいポカポカして、うん、あ、よかったです。はい、ちょっと人運動みたいなのもありましたからね、足のリフレがね。確かに、で足もだいぶ楽になりました。よかったですね、はい、本当なんか普段動かさない部分を動かしたんで、うんうんうん、気持ちよかった。ああ、よかったですね、はい、まあ、こういうひねる動作とかもね、普段なかなかね意識しないとないですからね。そう、やってももう自分の痛いところでやめちゃうから。ああ、確かに、あんまいかないみたいな。うん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様で、はい、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、で、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。で、ももはさんがね、はい、インスタですか、はい、他にも何かあのご紹介ありますか？特に大丈夫ですか？じゃあインスタ の、はい、あのリンクを貼っておきますので、モモハさん好きな方は、ね、インスタチェックしてみてください。お願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。See you.